はディズニー JCB カード主催のパークタウンパーティーに朝早くからようこそお越しくださいました。どうぞ今日一日夢と魔法の王国東京ディズニーランドで素敵な思い出をたくさん作っていただきたいと思います。さて本日はこの会場にお集まりのディズニーカードメンバー皆さんのためにスペシャルゲストをお招きしています。今年1月から始まった全米ツアーを成功させ、現在は8月22日からの日本ツアーのために来日されているディカペラの皆さんです。それでは登場していただきましょう。どうぞ。ディズニー50のディカペラをミックスしたグループで合わせディズニー初の公式アカペラグループディカペラの皆さんです。さあ皆さんようこそお越しくださいました。そしてミキ、素敵なエスコートどうもありがとう。さあミキからは頑張ってねとエールが送られたようです。ミキどうもありがとう。また後で会いましょうね。さあそれではディカペラの皆さんにまずは自己紹介をお願いしたいと思います。それではジョーさんからお願いします。ベース担当のジョーです。メゾンソプラノ担当のキムです。ベルトン担当のオランドです。アルトン担当のソジャナです。テネ担当のアジです。ソプラノ担当のモガンです。ビートバックス担当のアントニオです。We are DKPELA。Thank you so much for having us here today. ありがとうございます。ミニさんにお会いできて嬉しいです。楽しんでください。ありがとうございます。さあ、それでは早速、ディカペラによる素敵なディズニーソングをお送りしたいと思います。では準備をお願いします。さて、今全米を熱狂させている声だけでディズニーの名曲の数々を表現する 100% ボイス、100% ディズニーのグループ、ボイスパーカッションと緻密なハーモニーで繰り広げられる今まで聴いたことのないディズニー音楽をぜひご堪能ください。曲は映画「塔の上のラプンツェル」より「アイシー・ザ・ライト」、そして「ライオン・キング」より「サークル・オブ・ライフ・フィーニックス・イン・ユー」をお送りします。それではお願いします。どうぞ。And it's all new.
Oh,
リカペラの皆さんでした。頂戴いたします。